はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。 WCS2023 終わりまして、なんとですね、これね、今劇的にホットなデッキがあるんですよ。それが何か、ドラゴンリンクです。これなんでかっていう話をするんですけども、まあ、WCS 見てた方だったら分かると思うんですけど、まず OCG の方でね、あの優勝したデッキ、これドラゴンリンクだったんですよ。海外に来てドラゴンリンク好きなイメージあるんですけど、海外のあのプレイヤーの方が、優勝されたデッキはドラゴンリンクで、マスターデュエルの方でもあの優勝チーム、まあ、チーム戦なんでね、マスターデュエルは、優勝チームのリーダーの方が使ってたのが、ナチュルーンっていうマジでヤバいデッキと、このドラゴンリンクだったんですよね。今ドラゴンリンクが熱いということで、まあ、組んでみました。はい、優勝されたマスターデュエルの方でね、ジョッシュさん、ちょっと名前読み方合ってるかちょっと分かんないんですけど、ジョッシュさんが使われていた、まあ、ドラゴンリンクを、まあ、あの参考に、完全に参考にさせていただきまして、ですね、あの、まあ、シェアカードとかの関係でいろいろちょっと採用カード若干こだわってるところあるんですけど、ほとんどこんな感じの、 あのデッキを使われていたみたいですね。僕ドラゴンリンク今まで2回くらい動画にしてると思うんですけど、このデッキを見て思うところ、まずね、ビーステッドがフル投入されていると、もう11枚入ってると。これあの僕ティアラメンツメタの動画でもやりましたけど、こんだけビーステッド入ってるとね、あのビーステッドのおかげでティアラメンツに結構強いんですよね、そもそもので。ティアラメンツがやっぱり今の環境ね、あのちょっと制限かかるかどうかわかんないですけど、あの今後の改定でね、あかかるかわかんないですけども、ビーステッドこんだけあるとティアラメンツに結構あの有利取れるというところと、あとね、使ってるシーン見てて思ったのが、レビオニア結構強いですね、これ。はい、このモンスターを入れてる、入れてこいつを出して、あのバカバカ破壊していったり、あとハンデスしていったりね、先行でこの効果をね、うまいこと使ってましたね。はい、ということで、まあこのモンスターをね、セーフアートでサーチしたり、あとカオスルーラーであの拾ったりね、そういう動きをしてこのレビオニアにアクセスしていって、普通のドラゴンリンクの展開プラス、レビオニア を通していこうという感じですね。でね、超融合めっちゃ重いじゃないですか。正直超融合がめちゃくちゃ重い、このデッキは。やっぱ最終盤面がバレルエンドプラスサベージプラスアルファになると思うんですけど、まあ、そこのね2体をね絶対超融合で、ね、座れるんですよね。あとあのアルバスセットね、アルバスセットからのアルバレナスみたいな、そういうなんか激ヤバメタ札があっても、こんだけビーステッドが入ってると手札にビーステッドあるんで、なんかね復帰できるんですよ。リソース持ってかれても妨害2個減ってもなんか耐えるっていうことが、いや、一応できるんで、まあ、だからね、このね、ビーステッド11枚投入はね、熱いね。はい、早速ちょっと、対戦見ていただければと思いますんで、やっていきましょう。このデッキマジかっこいいからね、皆さんもぜひ組んでみてください。デュエル、スタンバイ。なるほど。これはハンド結構強そうだけどな。どうしようこれ。まあ、ルーベリオンか。ルベリオン効果発動。なんもない。なるほど。これマグナムビートセイバー持ってきて。これリボルバーあるしな。こっからかな。こっからですね。カオステリトリー発動で。で、トレーサー。はい。まあ、最悪、裏の手が打たれたら参戦打てば、なんかあるな。何かあるな。うららか、アギードとかですか？まあ、ちょっとその辺だと思うんですけども、そうですね、とりあえず、ストライキングドラゴン出すしかないか。ストライカー出す。はい、ストライカー出す。まあ、一応ね、うららだったら貫通できるハンドだね、これは。全然、まあ、どこに打たれてもまあ大体大丈夫。まあ、リボルブあるので、しかも僕召喚剣使ってませんしね。まあ、召喚剣は今あんま関係ないけど。はい、で、さらにボルブドセクター持ってくる。うらら打ってくるのどこに打ってくるんだろうな。ちょ、わかんねえな。まあ、とりあえずちょっとイカワイバースター除外して、特殊召喚、トウ。で、2体で、リンク召喚をする前に、カオステリトリで、ワイバーを戻しておかないと、コラプサフェントのリンク素材になった時のサーチ効果が、1枚ずつしか入ってないんでね、コラプとワイバーが、今回は。なので、1枚ずつしか入ってないから、この申し上げないとサーチが入らないということで、まあ、手札コストになるんでね、後で。コラップワイバーとかいうギミック優秀すぎますね、やっぱり。ガンズミスすると事故るんでね。そこが難しいところですけどね。コラップワイバーから入りたいんですよ。
基本的には召喚剣を使わないでやっぱそのリンク値がこんな稼げる、まあ、ギミック普通にぶち壊れてるんで、でルムルスで、警告を持ってくる。でとりあえず警告を発動。ここでねさっきサーチしてきたこの、ワイバースターが生きてくる。手札コストとして非常に優秀だからねこれは。警告ってさ手札一枚切って、あこれがここがうららか、あーなるほどね。オッケーオッケーオッケー。まあねリボルブ効いてるからね貫通できるんだよねこの場合は。やっぱリボルブとかいうカードもぶち壊れていると、割とねハンドが強いとね手数が結構稼げますドラゴンリンクは。まあ、一旦参戦の際で相手の手札見るわ。まあ相手の手札見てで勘でさかまして、はい、ういあなるほど強いね。強くねこれ。え反応強ない。まあでもこれあまあ参戦かな。まあ参戦っすよね。まあレイノハートはどうとでもなるバレルエンドで、シェイレイもだとどうでもなるからこれさすがに参戦でしょ。参戦は絶対使わされるからね、バレルロードサベージを。なんでこれ参戦できましょう。 OK、レイのシェイレーンアイドね。で、リボルブ発動で、トレーサー。ちなみに世界大会ではですね、参戦の際をシェアカードに、されてるチームが優勝しましたからね。一応、墓穴っていう選択肢もあったんですけど、裏田増寺はシェアカードで置いといて、そのなんか、シェアカードっていうのは、なんかその、全デッキで共通して絶対3枚とか2枚入れていいみたいなカードのことなんですけど、あちょっと特殊なレギュレーションあったんですよ。それがね、シェアカードって言うんですけど、それが参戦の際で優勝されたチームが、参戦の際で相手のモンスターパクるっていう、そういう動きをしてましたね。それはね、なるほどなと思った。まあ、だから一応とこう、さすがに僕みたいな下手くそは、相手の誘発弾けた方が、いいので、墓は何してるんですけど、参戦も一応ピン刺しでは入れておきました。はい。それが今、大活躍して、ドヤ顔で、なんか、使ってますね、私は今。で、レベリオンが爆弾していく。かっこいい。で、楽園の獣、おっかないので、これ、入れてないんですよね、構築上ね。うん。楽園の獣ってね、引くとマジでね、クソだからね、そういうところもあるよね。副楽園は、まあ、つびきして、もう置いても強いんだけど、うん。っていうのは、結構ありました。はい。なるほどなと思いましたね。結構ね、採用ね、楽園の獣ね、してない方もね、いらっしゃったと思うんですよ。やっぱ引くと、ちょっと弱いから。うん。まあ、世界大会で使われていた方のデッキは入っておりませんでした。とりあえずバレットルチャージャー回収します。あちなみにね、海外のちなみにね、TCG 環境ってストライカーが制限らしくて、おなんかねこの動きできないらしいよ。デリンジャラスでストライカー爆破する動きがね、あんまね、なんかそのストライカー1枚しかないからできないんだって。まあ、マスターデュエルはねストライカーは余裕で生きてるんでこの動きできるから、まあ、この動きがめっちゃ強いんでね、はい、でバレルエンドを爆弾させていきましょう。ちょっとこことでここと OK。まあ、エンドサベージ、まあ、超融合引かれたら終わるけど。ま終わりもしないんだよな、でも別に。終わりもしないんですよね、超融合引かれても。なんでかっていうと、このビーステッドが生きてるんで、結構ビーステッド、ほら、もう2枚ですよ、ビーステッド、これで。で、マグナムートあるから、これ3枚だよ、ビーステッド。エンドフェイズサーチあるから。だから盤面に、エンドサベージ、で、手札にビーステッド3枚です。これ、ティアラメンツには絶対負けないもんね。強すぎちゃって手札でバレルロードサベージ出していく。サベージ効果で相、ドラゴニティナイトロムルスを装備。やっぱねゾウジーがかなり重いんでね、B セットドラゴンリンクはね、ドラゴンリンクできないからね、なのでやっぱり時間な、このデッキの弱点、回しないとないと時間がなくなるっていうところもあります。はい、残り90秒しかありません。タイムアウト負け何回かしました、調整段階で。だからまあ回し慣れれば多分いける余裕で、うん、回し慣れればね。さあシェイレン効果、まあ、これは普通にバレルロードサベージ止めていく。これアギド送って特殊召喚とかいう地獄が目に見えてるんで、まあ、これが参戦の際のいいところですね。相手のハンドをピーピングした状態で妨害をどこに打つかを考えることができると。で手札は一枚 X なんですけど、ティアラメンツレイノハートきた。さすがにフクラクイーン、あフクラクイーン打たなくてもいいか、ビーステッド残しといた方がいいな。これ打っちゃうと、ちょっとビーステッド1回しか打てないっていうのが地獄起きるから、
これスルーして、バレルエンドの効果で無効だね。でエンドの効果でレイノハート無効で特殊召喚するのはまあトレーサー。これ特楽園でね、あのね、蘇生してると要は盤面が埋まるから、あのベースセットが出ないっていうことが起きるんで、これね、あの脳死で使わないようにしましょう、特楽園ね、こういう場合は。さあどうする、参戦抜いたから、あ、オールから埋葬ね、オッケーオッケー。あ、これあれか、アギドケルベクで地獄を起こそうとしてくるやつが俺これもうだって見えてんだから B セット、あれこれアギドしかないでしょ、アギドかケルベクかしかなくて、相手ティアラメンズ来るんだったら除外して止まるからね。ああ、まあそうだよね、ケルベク、まあ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 いいよ、まあまあいいでしょう。で落ちたのが、あ、クライ、あ、弱いね、クライムウララハートビーツケルドレイノハートか、なるほど、まあ、レイノハート蘇生しかないんだよ。あ、ハードベースね、オッケー、ハードベースでクライム回収、レインのハートを打つしかないの、そうだね。 B セット手札に3枚あるとさすがになんか腕組んでエンドできるな。あー、なんかもうご自由にどうぞって感じだわ。はい、レインのハートでシールインタムを送る、オッケーで、ハードベースでクライム回収、了解で、シールイン効果に対してバルドレイクぶち込む、でバルド効果でシェイレーン除外して、これでストップですね。もうランク4一応できるんですけど、バルドレイクで除外できるんで、まあアーゼウスさえも、許さないという盤面ができました。強すぎあまりにも強くてびっくりしちゃった。でバルドレイク出す、でも、ね、バルドがねマジで強いんだよね、バルドがマジで強い。もう手数多分出ないからシェイレーンでいいや。ワンドローを入れる、おい、あー、あんま強くない、アブソルーターは。まあそうするしかないわな、まあティアラメンタとこんなもんよ。エクシーズしたら、ちなみにこれバルドレイクで除外されるから、一応後ろクライム構えといてエンドしたいってことなんだな。後ろクライムがめんどくさいな、使わせるしかないか。まあ、とりあえずフルールティングバロネス出していく、フルートバロネス出して、はいはい、でセイファートで、あ、レビオニア落ちてんじゃん、マジ神か。セイファート効果でレビオニア回収最強の動き、レビオニア回収で脅していくぞ俺は。さあどうする、使うかケルド。まあでも使うしかなさそうじゃない、あ、ケルドね、はい、オッケー。ケルドを除外して、まあ、バウンスしていく、デッキに返していくという効果を一応バロネスで無効にして、相手クライム使わせましょう。結構殴ったら勝ちだな、多分これ殴ったら勝ちだったわ、ごめん、まあ、ちょっと一応まあ殴ったら勝ちですね、はい、すいませんでした。バレレードで全員殴って、普通にそ この盤面だけで普通に8000取れてるんで、まあ、なんかこんな余計なことしなくていいや、あ、クライム、はい、まあでもまあできることをやる、あの見せるために一応やるわ。でクライムは普通にバルネスがパコーンってなるんだけど、はい、でなんか普通にアギド送られます、はい、でアギド効果を止めていけばいいので、でフクラクインの効果で、セイフパートを、デッキに返してワンドローで、アギド効果、ちょうるさいか黙れ、はい黙れはい、黙ろっか。で、ですね、これで、ワンドロー入れる、強すぎ、強え、強ない、強すぎて笑ったんだけど、ちょ、もう一回バルネス出すか。まあ、こんなこともできますと、いうことで、バルトレーサーからのサロニール、敵に除外して、まあ、なんでもいいんだけど、特殊召喚して、まあ、バルドレイクかぶってるか、バルドレイクいいか、これで出す、はいはい、でまあ、バロネス出す、えバリツエンだけど、もうサロニール使わなくてもいいわ、でもう蹴ろ、はい、つえつえマジっすね、やばいな
さすがにね、やっぱり こんなにピンセット入ってるとね、ティアラメンツには勝てますね。うん、まあ、先行は特に、まあ、高校でも全然やれるということで、このデッキ激アツです。今皆さん組みましょう。レビオニアいいんじゃん。レビオニア出た、最強モンスターレビオニア、やべえ。でも手札があんま強くねえ。まあ、ゾウジーは普通に無理。あ、それはもう普通に墓穴。これすごいっすよね、世界大会の主役カード参戦って墓穴じゃなかったんですよね、あの優勝チームね。墓穴はね、僕みたいな下手くそはね、多分ね、させにね、あった方がいいと思うよ。デッキの中にないと誘発を弾けるんで、うららもね、ゾウジーも弾けるんで、さすがにね、さすがにその2枚を弾けるの強すぎるじゃないですか。なんで墓穴は正直俺は欲しいと思うけど、まあ、参戦の方が強いっていう理論もわからなくはない。普通にね、誘発打たれたらハンデスなに通路するなりすればいいからね。うん、で、まあ、とりあえずアブソルーター効果と、サロニール効果。でもこれさ、展開伸びないな、あんまり。まあ、ちょっと墓地を送るカードはアンデミーは、とりあえずルベリオンか。なんでもよくないな。ルベリオンで、でアブソルーターで、まあ、バルトレス持ってるしかいいんだけど、いや、これこれこっからここに召喚権使って闇属性縛りつけたらこれ展開伸びる。ちょっと行くしかないんだけど、まあ、トレーサー召喚するでしょ。まあ、普通にこれ無限ホールとか言われても普通に止まるんだけどね。まあ単純に無限とか言われたら止まっちゃうんだけど、まあ、バロネスエンドもあるけどな、これ。いや、バロネスエンドさすがに弱すぎでしょ。竜軍の警告破壊して、でこれバレットリチャージャー持ってくるでしょ。これさ、カオスルーラーしてさ、ワンチャン拾いに行くのあるんじゃないかな。これ何出してもね、展開伸びなくないですか。ロムルスも出ないしね。まあ、てか、竜の結構使ってるしね。マジ、これカオスルーラーでワンチャン掴みに行くしかなくない。天気ももう出ないじゃん。今のってこれさ、ビーステッドだし天気なのかな。でも、ルーラーの方がなんか展開はワンチャン伸びるし。まあ、ちょっと一回やってみましょう。もう、ルーラーに人生をかけて、人影ルーラー来た。セイファート、いいじゃん。ワイバー来た来たー。さすがにワイバーじゃね、さすがにワイバーでしょ。しかも、ワイバーなのでかすぎる。光属性なんで、闇属性除外しててこれいるんですけど、闇属性死ぬほどいるんで、墓地に。これはでかい。これはね、いや、これはいけるんじゃないか。まあ、とりあえず、一回、福楽院は置きに行くか。まあ、カオスルーなんかいつでも蘇ってこれるから別にいいや。お前と後でもう蘇ってこい。で、レベリオン特集。で、レベリオン効果、福楽院置きます。まあ、福楽院置いとくとね、やっぱアドバンテージがかなりね、稼げるし、自分のターンと相手なんで、ワンドロー入れられるんでね、めっちゃ強いんですよね。これ、強欲なツボみたいなとこあるんで、これ。強欲なツボ的なね、雰囲気を感じますわ。このカードには。はい。で、ストライカー出す。で、ここでストライカー効果と、ワイバスター。ただ、リボルブード持ってきても、これ今回もちょっと、ユーの結構使っちゃってるんで、バレットトレーサーが、持ってこれないですね。まあ、だからなんとかするしかない。で、とりあえずここで、ワイバーを除外して特殊するでしょ。で、フクラックインの効果発動して、ワイバーを戻して、1枚取ろう。おー、強い強い、いや、強いわ。非常に。ディモールド強い。これどうすればいいんだろう。いや、これわからんな。これ、ダルク行けばいいのかな。これ、一回ダルク行って、下級ちょっと残してダルク行くでしょ。で、これで、ピースティですね。ピースティ行く。ここでピースティ出す。で、コラプ効果発動して、まあ、とりあえずワイバー持ってくるけど、ワイバーも使ってくるから効果は発動できない。で、とりあえずマグナム出す。これちょっとコスワンでもいいか。コスワンでもいいな。ここだな。こうして、こうで、はい。で、マグナム効果発動して、エンドフェーズに、ビーストサーチ。で、ここがね、海外行きのね、これ3バースト入れてる構築、これストライカーが1枚だからだと、1枚の構築から輸入してるからだと思うんだけど、これ3バースト結構やっぱ優秀で、リンク先的に。これでピスティのリンク先作れるんですよね。なんでピスティの効果使います。これで蘇生しましょう。これレベル4じゃないといけないですね。
ここでセイファートを、特殊召喚する説はあるんだけども、レビオニア引いてるんであんまりそれは意味ないですね。レビオニア引いてなかったらセイファートを特殊召喚してセイファートをね、の効果で何て言って、カオセルラ を、コストにしてレビオニアサーチみたいな動きあるんですけど、まあ、とりあえずルーラー出します。まあもうレビオニア持ってるんでね、もう持ってる時は、まあ、その動きしなくてもいいということで、ここ3枚でバレルエンドドラゴンリンク召喚、そしてバレルエンドドラゴンの効果発動、ヒードラモンスターの効果を無効にし、自分の墓地からバレットリチャージャーを特殊召喚、そして大式竜よ、その獰猛な牙を銃弾に変え打ち抜け、シックが召喚、アラーレオバレルロードサベージドラゴン効果発動、自分の墓地のリンクモンスターを装備し、これスリーバースを装備できると強いよねこれね、3回効果無効あるっていう。でさあ分からせに行くぞ、闇属性3体除外だ、しゃ闇属性を3体除外して俺行け、根源流レビューには闇属性3体を除外していると相手の手札はランダムにデッキにバグスできる、強すぎ強すぎ、マジで強いマジで強い、セーフアートで回収するカードないな、蒸気モンスター回収できるんですけど、今は別に回収したいモンスターいないので、まあ別にここでいいですね。でエンドフェイズ何を回収しよう、これドルイドブルムかな、ドルイドブルム、ドルイドブルム蘇るからこっちか、クラクインでドルイドブルム蘇らしてバルトレイクとサロニールで除外してって感じかな。はい、いやーレビューこれ1枚ハンデスして2妨害立ってるからね、さすがに強いでしょこれ。あスクリームか、なるほどいいでしょう、まあ、スクリームは無効にしたことあんまり意味ないから、まあ、とりあえずこれ送って、でシェイレーンは普通にうざいね、無理だね、シェイレーンとかいうカード地獄なんだよな、これこれでアギドとか嫌いで終わるじゃん、こいつは止めろってジョッシュが言ってた、こいつは止めろってジョッシュが言ってた、まあそんなこと言ってなかったんだけど、まあ、シェイレーンは普通にその手札コスト的にやばいことがあるので、まあ、ちょっと手札見てないか分かんないけど、アギドとかケルベグ、ぶち込まれると本当世界終わるし、まあ、ちょっと一旦ね、はい、でシェイレン召喚でスクリーム人格か、まあ、とりあえずフクラクに打つか、フクラク効果で、マグナムドルイドブルムのいいか、あこれってか出さない方がいいな、2枚あるから、あハトビか、あまあじゃあいいか、いやごめんあのね今のこれ出さない方がいいわ、これ多分ビーセット2回やった方がいいから、ビーセット2回 と、バレルエンドの向こうが1回あるんですけど、バレルエンドの向こうあると1枚モンスターゾーン埋まってって感じだから、いやこれ、ね、多分ね出さない方がいいね今の、いや今のまあ戻してくれたらよかったけど、これ多分出さない方がいい、ミスった、まあいいや、ただハートビーツ打って戻したはいいものの何も起きないのでは、何も起きなくて来たんだけど、でバレルエンド効果、対象ティアラメンツシェイレーンでトレーサーを蘇らせる、はい、でエンドフェーズ中に出しちゃいますか。サロニールですね。これ、ノータイムバロネスシンクロ召喚するんで、サロニール効果発動して、白雪。はい、白雪、さよなら。白雪のコストもなかったんだろうね。もう、墓地壊してないから。はい。で、こうして、混沌領域も来る。で、これはもうほんと、ノーシーン、ノータイムバロネスをぶち込んで、はい。はい、闇属性芝がついてないうちに出したほうがいいですね、バロネスちゃんは。はい、で馬娘出していく、馬ぴょいして、でサロニール効果、スクリーム効果、サベージ効果まあワンチャンも残さないと、はい、3枚なんて墓地壊された世界が終わる可能性があるから、墓地を肥やさなければ肥やされなければ問題はない、何ももう満タイ、サロニール効果、バルドレイクでもいいけど、まあどっちもいいな、もう、はい。で、殴ったら勝ち、イズアール、バトル。こう。はい。はい。いやー、このデッキ、強いし、あとかっこいいから、マジで好き。かっこいい。うわあ、先行だったらめっちゃ強そうだったのに、これ先行だったらありえない、
手数出そうでしたねこれ。ちょ何もできないんで普通に、でもまあ高校でも手数が出るからね結構ねいけるかもしれないね。ユナスペースコネクター、あちなみに高校暗記でもできるんで、このデッキアクセスコールとかが出るんでね、闇属性だから、なんで普通にトロミアクセスとかすれば普通に相手のモンスターを2面除去と3面除去しながらね、あのキル取りに行けるんで、展開さえ取れば、ね、イゾルデ、はい、イゾルデかネオスペースコネクター珍しいね普通に。てかあのまあとりあえずネオスペースコネクター光属性らしいんで、とりあえずサロニールはだからいつか出せる、まあ、あんまり見ないな。でもサロニール今出したところで、さあアニナード、まあ、いつもの展開ですね。サイコブレイドやばいカードさあ回収してんだ、なるほど。さあ2体であれはスプリンとか、うわやばそう、何しようとしてんのこの人よくわからないけど、なんかうわやばいことしてる、ここからスプライトしようとしてない、なんかスプライアンコ効果スプライビーバービーバーやっぱやばい動きしてるな、うん、ひたすらにやばい動きしてるぞ。2体でいやギガンティック来た、やばい、ちょっともうギガンティックはちょっとやばいのでサロニール出せなくなっちゃうから、サロニール一応打つか、ね、まずイゾルデだな、とりあえず出しといた方がいい、これはモンスターとして展開した方が手数になるので、まあ、とりあえず出せない状態の、前に出しておくと。これはなんかギガンティックスプライトってなんでお互いにかかるの、なぜお互いに特殊ができないっていう効果になるの、これおかしくない、レッドリゾネーター、え何このデッキ、どういうこと、わからんわからんわからん、やばいマジでわからない、何これ何この展開、キャットシャーク、あーまあそれは知ってるわ、これ打点倍にしたやつだね、今使うの、それアイダーンでも一応発動できるよね、64になった、もうマジでわからない、何これ黒黒黒は黒黒黒、なんか俺の知らないスプライト生まれてる、なんか俺が知らないスプライトなんか爆弾してるんだけど、これどういうこと、あジェット、あ強い、ジェット効果、なるほど、まあもうでも2しか出せないからな、こっから64にしていったら何をするんだろうか彼は、スターター、なるほど、はい、ブルー、いやいやまあまあ強いけどねまあ十分強いけど、まあ、なんかやばいけど、いや十分強いけど、いやこれ一旦なんか全部で殴ってから展開したらいけるかな、あはい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 、いいでしょう、でピクシーズ OK、 ピクシーズ OK、レッドキャロットどこ行った？え？誰？マジ誰？一旦一度、はい、装備、あなるほど、ナンバーズカード装備しているカード戦闘ですね。一旦一度自分のライフが回復したときにその数字分だけ攻撃アップして、その数字分だけ相手にダメージ与える。やばくない？え？レッドリゾネーター8400回復、8400回復ソウル、え？待って、え？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。